今日ご覧いただく CRG のリフレッシュはこちらの内張りになります。ご覧ください。こう手垢っていうんですかね、なんか、相当こう染みついているっていうか、これをですね果たして綺麗にできるかどうかはちょっとわかんないんですけども、触るのも辛いような状況なので、これをどうにか綺麗にしたいと。それと中ですね、もう相当ホコリが溜まっているような状態になってます。でこれらをですね綺麗にするにはやはりこちらの内張りを取り外して、それで水洗いをして綺麗にしていきたいと思います。頑張ってみますので、どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。最初にウィンドウを下げておいてください。今映っている前のカバーを外します。鍵状になっていますので、こちらから外して次に前を外すと外れます。次に後ろのカバーを外します。後ろのカバーは下に爪があります。上にも爪があります。次にノブを外します。くぼみが見えますか。爪を押し下げて手前に引っ張ると、この奥のこのカバーが取れます。この爪を押し下げて手前に引っ張ります。でカバーが外れます。カバーの奥にプラスのネジが2本あります。これでノブはフリーになりました。次にこちらを外します。こちらはこの中にカバーがありますので、このカバーの下にネジが隠れてます。これは外します。ネジが外れましたので、内装剥がしで剥がしていきます。配線がついてますので配線を外します。中にプラスのネジが隠れていますので、こちらを外します。内装はファスナーで止まっているだけなので、前の方から外していきます。ドアノブは斜めにすれば抜けます。ドアのライトがついていますので、こちらの球を外します。これ熱いので気をつけて外してください。引っこ抜くだけで外れます。差し込んであるだけですので力を抑えて外してください。外した内張りの汚れ具合を改めて確認していただきます。今映っているのは助手席です。汚れてはいるのですけれども、まあそんなにびっくりするほど汚れているわけではありません。問題はこの運転席です。もう全然色が違うと思います。こちらについてはですね、きれいに洗浄してどうにかこの汚れを落としていきたいと思います。今回洗浄に使うのはこちらのウタマロとブラシを使って洗浄していきます。
運転席の洗浄が終わりましたので一晩乾かしておきます。スイッチ類は水につけたくないのでスイッチ類を取り外しました。あとこちらは濡れたタオルで拭くぐらいにしておいて、こちらは洗浄してきます。それでは今回の成果をご覧いただきます。いかがでしょうか。以前のやつはですね、この辺がもう完全に茶色で、ここもなんかこう何か得体の知らないものがついてるような感じだったんですけれども、それに比べて非常に美しくなってですね、実は前回まではここ運転するときにこことかここですね、肘を乗せるのが嫌だったっていうか、ちょっと躊躇して肘乗せることができなかったんです。でこちらの中もですね、綺麗に洗浄の方をしました。でこれで気持ちよく運転の方ができると思います。で助手席も合わせて、掃除の方したんですけども、助手席はですね、もともとがそんなに汚れてなかったので、ちょっと気持ちよくなったなという感じですね。内装についてはステアリングの交換から始まっていろんなところをきれいにしてきたので、だいぶ満足のいく仕上がりになってきました。内装はですね、あと少し頑張ったら完成かなというところまでこぎつけました。ただまだ外装等いろいろ残ってますので、ぜひともチャンネル登録していただいてですね、ご覧いただければと思います。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。